ブライドリーバーの松本です。オーバーヘッドキャスト、基本ですね、オーバーヘッドキャストの、説明をしたいと思います。僕らが楽しんでるトップウォーターっていうのは基本的にこれぐらいのサイズの 20g 以上のルアーを使いますよね。こういった竿を使う場合、やはりサイドキャストをする場合はどうしてもね、こうこの時点でも竿曲がってると思うのが分かると思うんですけど、こう横に振るよりもこう縦に振った方が重さがあるもんですからね、正確に投げれるんですよ。タイミング取るだけとか、それだったらサイドキャストとかバックハンドっていうのもありなんですけど、基本はやはりオーバーヘッドキャストなんです。これが一番まっすぐ飛びますから正確なんです。サイドキャストとかバックハンドっていうのは横から投げますから、やはり対象に対して横から攻める形になるんでね、対象のポイントに対してまっすぐ同じように軌道で投げれる、ライン上に投げれるっていうのがオーバーヘッドキャストの、最大の利点です。でルアーも軽くても重くても同じように投げれる、それがオーバーヘッドで一番基本であり、一番深くて一番対応が広い、いろんなルアーに対応できるのがオーバーヘッドですので、これが一番大事ですので、よく聞いててほしいんですけども、まずですね、まっすぐ投げるためには、グリップ、竿に対してこういうロッドに対して、ガイド並びリールを90度に曲げちゃう、これですね。でこの状態でまっすぐ振りかぶってまっすぐ下ろす、自分の前にこう道のホワイトのラインがありますよね、白線が真ん中に、その上に立ってその白線通りに振りかぶって、で白線通りに下ろしてくる、でとにかくその白線のまっすぐに沿ってルアーが飛んでいくって、そういうイメージですね。このまっすぐ上げてまっすぐ下ろすっていうのが実は意外に難しいんですよ。皆さんやはりこう腕の力をつけちゃうと、腕の筋肉っていうのはこうまっすぐついてないんですよね。こう交差してついてるんで、どうしてもこの筋肉が働いてこうなっちゃう、こうなっちゃうと一番対象物に対して中途半端な形でこう斜めに飛んでいってポトンと落とす形になるんで、慣れればいいんですけれども、ここ一番の時にまっすぐ入らないっていう、恐れがあるんですね。ですんで必ず90度に曲げてまっすぐ上げてまっすぐ下ろす。で今ちょうどカメラに対してまっすぐ上げてまっすぐ下ろすっていうのやってますけど、今度横からするときに大事なのは、今度はこの竿を十分に曲げてあげるってことなんですね。どういうことかっていうと、上げてたときに止めてあげる、止めてあげる。大体キャスティングの本でもここで止めろって書いてあるんですけど、まあ女性もいらっしゃるしね、こういう重たいタックル使った場合は実際止まりません。こう行っちゃいます、行っちゃいますけれども、止めようという意識を必ず持ってください。別の角度から説明しますとね、こうやって竿があるで手首を止めろっていうのは、止めてあげないと竿っていうのはこう曲がっていかないんです。曲がっていって初めて力をため込んでビヨーンと飛んでいく。でこう止めずに手首をこうやってやっちゃうというのはどういうことかっていうと、ロッドがこうなっちゃってるわけですよ。こうなってたら当然ながら、ここだったらこんだけ溜め込めるパワーがこうなっちゃうと、ほらピュンと飛んでいくのが勢いがなくなっちゃうんですね、はい、ですから飛ばないで、飛ばないから人間ってすごく意外に敏感ですから、あ、パワーが足らないと思ったら手首を後悔しちゃうんですね。じゃあこの時にバックラッシュが起こっちゃう。ですんで、できるだけ竿を曲げてあげるために止める。こう手首を止めるっていうのは本に書かれてますけど、なんで止めるかっていうのが説明されてないから難しいんですけど、竿を曲げてあげるために手首を止める。で、本当にも固定するっていうのは不可能ですから、曲げるっていう意識を持って竿を曲げてあげるってことですね。力を貯めてあげる。で、溜めてきて竿が曲がりますよね。で曲がって竿が反発してくるスピードがあります。そのスピードに
寄り添うように手首を返していく、戻していく。まあもうこれはほっといても返ってくんでいいんですけれども、この曲げて返ってくるスピード、これが竿が曲がって戻ってくるスピードよりも速くなるとバックラッシュしちゃいます。それが、こうやってキャスト時にここまで曲げちゃってパワーが足りない、だからこう人間っていうのは思いっきり投げようとしますから、その時に竿のスピードを追い越しちゃうんですよね、自分の手首が。それをすることによってこのリールのスプールの回転が急に変わりますんで、リールもブレーキ工はついてるんですけれども、制御しきれないで、バックラッシュになっちゃう、釣りが楽しくない、そのね、悪循環になっちゃうんで、とにかくまっすぐ上げてまっすぐ下ろすということですね。それと手首を止めようという意識を持つことです。手首を止めようということはブランコを曲げてあげようということです。この2点、この2点を守って、ちょっと1回ねやってみてください。これでうまくいくはずなんですけど、いかなければ、私の方に問い合わせください。親切丁寧懇切に、話長くなるかもしれないですけど説明させていただきますので、オーバーヘッドキャストが基本ですし、これをマスターするのが、トップウォーターの楽しさの根源に近づく一番の近道ですので、ぜひ、もう一度ねオーバーヘッドキャスト、簡単なキャストですけど奥深いですから、見直してください。よろしくお願いいたします。